皆さんよろしくお願いします。哲学とです。ツルゲーネフによろしく、続きやっていきたいと思います。今回は2つ目のアナザーストーリーであるツルゲーネフによろしくをやっていきたいと思います。今日のお昼休み、俺は学園のアイドルに告白をした。出だしちょっとつまずいたけど、なんとか OK をもらうことができた。そう、これで目当ての職権は俺のもの。明日から学食はパラダイスだ。万事順調、すべてはうまくいっていた。うまくいってたんだけど、その日で俺の自慢の日々も終わってしまったのだった。俺はこれでもう救急車に乗ったことがないと人に自慢することができなくなってしまった。うちくしょう。ん？待てよ、これってひょっとして俺救急車に乗ったって自慢できるじゃん。やあみんなおはよう。ややあれはマー君じゃないか。おう、マー君だ。ははなんだいみんな、僕が何か。なんだよなんだよ、とぼけるなよ。よっこの救急車、聞いたぜ聞いたぜ、乗ったんだってな救急車に。すげえよマー君。救急車のマー君じゃんか。なんかそれやだな。母やだな。よしてくれよ。そんな別に大したことじゃないよ。おいおい見ろよ。あの謙虚さ。食うしびれるぜ。畜生やっぱり俺たちのマー君はすげえよ。おいみんな俺たちの英雄。いや俺たちの救急車を胴上げだ。どういうこと？ちょっとみんなやめてくれよ。大げさだって。うるせえ。よし。みんな行くの？それ。せーの、マー君マー君マー君、救急車救急車救急車。わあ、あははは。なんかすごい妄想ですね。クフクフフフフフフフ、やったやったぞ、俺はやったんだ、うひょー。ああこのこと早くみんなに自慢したい。そして絶賛されたい。早く明日にならないかな。ワクワク。なぜだ。何よ。いきなりどうしたの。どうして俺は今日に限ってこんなところにいなきゃならん。あら、変ね。検査では異常がなかったのに。やっぱりどこかに障害が。俺は正常だ。だから俺を学校に行かせてくれ。で、俺ではの魂の雄たけびは病院中にこだました。うるさいわね。病人なんだから少しはおとなしくしてなさいよ。病人じゃねえ。大体なんだよ計算入院って。その程度の熟語がわからないなんて、やっぱり。ああ、もうそういう意味じゃねえよ、クソ。安心したわ。脳に障害が残ってるわけじゃないみたいね。お前な。今日は金曜日、俺が事故に遭った日の次の日。すぐさま駆けつけてくれた救急車により、俺はなんとか一命を取り留めた。一度は言ってみたかったこのセリフだが、そもそもそんな大怪我はしていない。当然事故の後遺症なんてあるわけもなく、俺はすぐにでも退院したかったのだが。とにかく安静にしていることね。せっかく学校をサボれたんだし。だから俺は学校に行きたかったんだ。救急車デビューしたかったんだ。何それ、やっぱりもう一度見てもらう。うるさい、返せ。俺のデビューを返せ。来週になれば毎日嫌でも学校に行けるわよ。そういう問題じゃない。てか、お前は学校行けよ。いやよ、マー君のご両親からよろしく頼まれてるもの。はあ、なんでだよ、そう。すると、ツルゲーネフの細い指が俺の唇の上で止まった。病院内ではお静かに。ね。あば、俺が何かを言おうとすると、ツルゲーネフが少しだけ指の力を強める。お二人とも、お仕事が大変なんでしょ？あまりご両親に心配をかけるものではないわ。あば、あば、
なんだこれは。俺が何かを言おうとするとすかさずツルゲーネフが指で押さえる。その結果俺はただアバアバ言うことしかできない。アバ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 。それがちょっと悔しかったから無理やりアバアバ言ってみた。くすぐったいわね。いいからもう少し静かにしてなさい。そう言ってツルゲーネフは指を離した。プハ。なぜだろう、ツルゲーネフに抑えられていた箇所だけ妙に熱い。そうだ、こいつのやることはとにかくいつだって急すぎるんだ。そうね、リンゴでも剥いてあげるわ。マー君は座ってて。そう言うとツルゲーネフはどこからかリンゴを取り出した。そしてこれまたどこからか取り出したナイフで剥き始める。いやお前な。何よ、綺麗に剥いてあげるわよ。違うだろ、だいたいそのリンゴってどっから出した。あら、あなたのお友達がくれたのよ。あいつが。ええ、あのド変人さんよ。あいつさっき見舞いに来た時に置いていったのか。しかしどいつもこいつも学校はどうした。学校は。ん、ちょっと待って、俺と見舞いなのにどうしてお前に渡すんだ。なんだったかしら。そう、不愉快だったからとか、なんとか。は？大方、何かの嫌がらせのつもりでしょ。あまり気にすることもないと思うけれど。あいつはやっぱり何考えてるのかよくわからんな。ええ、マー君とお揃いでね。それは全力で否定したい。できるものならやってみなさい。と。いつの間にかツルゲーネフがリンゴを剥き終えていた。その顔は、途切れることなく綺麗に一本につながっていた。すげえな、どうやったらこんな綺麗に剥けるんだ。ちょっとしたコツをつかめば誰にだってできることよ。いや、できないだろ普通。そんなものかしら。まあいいわ。はい。ツルゲーネフがリンゴにの乗った皿を差し出す。食べやすいサイズに切り分けられたリンゴはどれも同じ形をしていた。いただきます。ええ、どうぞ召し上がれ。シャク。軽い音を立ててリンゴはつるりと口の中へと消えた。どう？おいしい？うまい。そう、それならよかったわ。シャクリシャクリとリンゴを食べる。リンゴってこんなにうまいものだったっけ。シャクリシャクリ、一つまた一つとリンゴが消えていく。ツルゲーネフはリンゴを剥いたナイフを洗い、そしてしまった。あらあら、すごい食欲ね。呆れたようにけれどもどこか嬉しそうにツルゲーネフが言う。うるさい、リンゴがうまいんだ。そうなの？それじゃあ私も一つ。ツルゲーネフはリンゴを空から皿から一つ取ってそのまま口に運んだ。そうなの、それじゃあ私も一つ。あ、はい。薄い綺麗な唇に綺麗な形のリンゴが吸い込まれた。うん、美味しいわ。いいリンゴね。ああ、だろ。その様子を唇を見て俺は少しドキリとしてしまった。さすがはお金持ち、リンゴ一つ取ってもやることが違うわ。しゃくりしゃくりとリンゴを食べる。俺はどうしてもその唇に目がいってしまう。あら、どうしたのマー君、食べないの？食べるともさ。俺は慌てて手を伸ばしリンゴを数個は静かんだ。そしてそのまま煽るように口いっぱいに頬張った。いやーね、いやしく見えるからやめてよ。ファゴファーイ。しかも行儀が悪いわよ。食べるか喋るかどっちかにしなさい。シャリ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 。コクン、お前が食べろって言ったじゃねえか。急いで食べろとは言ってないわよ。畜生、はめられた。なんと剣謀術数に長けたアイドルか。ちょっと、アナ恐ろし、アナ恐ろし。下にやかましきとはあなたのことね、マー君。は、糸おかし、ゲラゲラ。あら、趣深いだなんて私にぴったりの言葉じゃない。滑稽の方で意味を取れ。無理やり自分を持ち上げようとするな。ごめんなさい、一
一つの意味しか知らなかったわ。学年トップのくせになんて白々しい。清少納言をリスペクトしてるのよ。枕草子はバイブルだわ。それならロシア文学なんて読むんじゃねえよ。文学は国境を越えるのよ。 S のセントリズムなんて流行らないわなんかすごくこれ文学的な話ですね。もうやだこの学園のアイドル。俺は思わず頭を抱えて力なくベッドに倒れました。ちょっと大丈夫？うるさいほっとけ。どうせ俺なんて真面目しか取り柄のない男なんだ。マー君！いきなり焦ったようなツルゲーネフの声。次の瞬間には俺は肩をつかまれてツルゲーネフの方を向かされていた。え？そこはひどく心配そうな顔をした彼女の顔が。びっくりさせないでよ。あ？うん。それはいつかと同じ構図。いきなりうずくまったりしたら誰だって不安になるでしょ。俺はこの後この唇に。ちょっと聞いてるの？マー君。え、ああ、うん、聞いてる。絶対聞いてないじゃない。呆れたようにけれども安心したようにツルゲーネフが言った。ちゃんと聞いてたって。大丈夫も何も元から怪我なんてしてないしさ。本当？嘘すぎてどうすんだよ。だってどうやらツルゲーネフは本気で心配しているらしい。大丈夫だって、どこにも問題なんてない。そう言って俺は腕をぐるぐると回してみる。うん、普通だ。本当に大丈夫よね？ああ。どこか痛かったり変に感じたりするところはない？ないない。まさかいきなり記憶がなくなったりしないわよね？ありえない。どこのゲームの主人公だよそれ。でも、うん、ああもうほらちょっと頭貸せ。俺はベッドに座り直し、少し強引にツルゲーネフの頭の上に置いた。まるで上質の絹のようなさらりとした手触りのいい髪だった。な、俺は大丈夫だから。まるで赤ん坊に言い聞かせるようにゆっくりゆっくり話してやる。昔から泣き虫だったあいつによくしてやったことだった。どこも痛くなんてないから。嫌がられるかとも思ったが、ツルゲーネフは俺の手を払いのけようとはしなかった。もう目を覚まさないんじゃないかって思ったの。うん？気がついたら車があって、猫がいなくて、マー君が倒れてて。ああ。怪我がなくても、もしかしたらって、もしかして見えない部分に怪我があるんじゃないかって。そうか。そう思って、そうじゃないって思って、でもそうかもしれないって思って。俺は大丈夫だから。ずっと怖くて安心なんてできなくて、本当はもう死んでるんじゃないかって思って。勝手に人を殺すなよ。だって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 悪かった。精一杯の気持ちを込めて俺はツルゲーネフに言った。謝罪と感謝と、それからなんだろうこの気持ち、よくわからないけどなんだかちょっとあったかい気持ち。もやもやしてるんだけど、はっきりしててだけど大きさがわからない。心配かけてごめんな。この気持ちが何なのかはちょっとまだわからないけど、とりあえずあいつにしたのと同じように彼女の頭を優しくなった。本当にごめん。一つ彼女に言葉をかけて、一つ彼女の頭を撫でる。もっと。ごめん。伝わらなければ何度でも。もっと。ごめんなさい。それがまあ多分。なさいは余計。もっと。ごめん。多分こいつの彼氏ってことなんだろうなんて思った。もういいか。まだもう少しだけど、どうやら俺の努力はまだまだ足りなかったらしかった。
分かったよツルンエーネフ。そして俺は思っていたよりもずっと長く頭を撫で続けてやることになった。やっぱり俺にはまだ彼氏とかよく分かんないや。難しいですね。それじゃあもう帰るわね。もうってなんだ、たっぷり面会終了時間だ。あらやだ、泊まってほしかったの。すみません、どうぞ気をつけてお帰りください。最初からそう言えばいいのよ。畜生、なんだよ泣いてたくせに。何か言いたそうね。別に何も。そう、そんなに言いたいんだったら聞いてあげてもいいわよ。別に何も。そう、そんなに言いたいんだったら聞いてあげてもいいわよ。何このやりとり、俺が悪かった。ええ、時間がないんだから早く言いなさい。いやまあ本当にこれと言ってないんだけど。そう、そんなに言いたいんだったら。分かった、考える、少し時間をくれ。あまり長くはいられないわよ。さっきまで泣いていたくせに。あ、言っちゃった。泣いてなんかないわよ。そうですね、ツルゲーネフさんは泣いていません。何よ、本当に泣いてないんだから。僕はツルゲーネフさんみたいに気丈な人は今までに見たことがありません。分かったわ。あなたは私にこう言わせたいのね。何ですかツルゲーネフさん。事故での負い目がある私に向かって、あなたはおよそまともな人間では考えられないような行為を看護の一環と称して強要し、恥ずかしめた挙句、それをネタにして俺専用の従順なメス奴隷になれと脅した。だから泣いた。すいませんでした。てかマジでやめて。あら、どうしたの。いいわよ、泣いたわよ、泣かざるを得なかったわよ。泣いてませんでした、ツルゲーネフさんは泣いていませんでした。もうやめてくれ、社会的に死ねる。何よ、泣くのくらいはいいじゃない。え、ちょっとくらい泣いたりしても泣かせてくれてもいいじゃない。私はあなたの彼女なんだから、彼氏の心配くらいさせなさいよ。俺は何も言うことができなかった。何してるのよ、こんな時女の子に渡すハンカチ一枚持ってないの。俺のハンカチはお前にまだ預けたまんまだ。そういえばそうだったわね。そう言うとツルゲーネフは自分のポケットからハンカチを取り出した。薄いピンクのそのハンカチを彼女はそっと自分の目地に押し当てた。俺はその様子をただ黙って見ていることしかできなかった。はい。そしてどうしてお前はそのハンカチを俺に差し出す。あなたのハンカチはもう血がついて落ちないから代わりにあげるわ。だからってな、こんな女の子を女の子したハンカチをもらっても一体どうすればいいのやら。しかも自分の涙を拭った後で相手に渡すってなんだよそれ。いいからもらっておきなさい、彼女からの初めてのプレゼントなんだから。その言い方ってなんだかずるくないか。客観的事実を述べてるだけよ。いいから、はい。不祥不祥、俺はそのハンカチを受け取った。それはやっぱり俺が持つには不似合いで、そして涙で湿っていた。お礼の言葉が聞こえないわね。ありがとう、すげえ嬉しい、俺一生大切にするよ。ダメ、やり直し。これ以上俺にどう言えと。言葉はいいからもっと気持ちを込めなさいよ。気持ち、ありがとう、すげえ嬉しい、気持ち嬉しい、俺気持ち一生大事にするよ。はあ、あなたって本当にふざけた人ね。たくさん気持ちを込めたのに。いいけどね、別に。はあ、そう言ってツルゲーネフは今度はカバンの中から何かを探し始めた。今度は何だ。ちょっと待ってなさい。あった、はい。なんだよこれ、ツルゲーネフから渡されたもの。それは一冊の文庫本だった。
それほど熱いというわけではなく、むしろ薄い方の部類だろう。ああ、多分初恋ですよね、これ。文庫カバーで表紙が書かれているものだから、何の本かはわからない。貸してあげるわ。明日にはもう退院できると思うけど、それまでには読めるはずよ。だから何の本だよ、これ。どうせ夜中は暇でしょうから、読んでみなさい。キャッチボールミー、プリーズ。それじゃあそろそろ本当にもう時間だから、行くわね。モルゲッソ。また来週、学校で会いましょう。お大事にね。おい、言うだけ言ってツルゲーネフは足早に去ってしまった。見送り不要と言わんばかりの見事な競歩スピードだった。仕方なく俺は病室へ戻り、ベッドの上で本の表紙を開いてみた。カバーを外して確認するまでもなく、そこにはタイトルが示されていた。初恋。どっかで聞いたような気もするが、それがどこだかは思い出せなかった。あ、そしてそのタイトルの下にはツルゲーネフという作者名が書かれていた。そっか、あいつが読んでた本ってこれのことか。ようやく合点がいった俺は、つい先ほどのやり取りを反芻し反省した。ロシア語で話しかけていたら答えてくれたのかもしれないと。ははは、そっちか。はい、じゃあそうですね、次回また続きをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、ツルゲーネフの初恋は非常にいい話ですので、ぜひ新潮社文庫からも出てますので、気になった方は読んでみてはいかがでしょうか。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いします。それでは皆さんの良きゲームライフを祈っております。哲学人でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。